珠洲市のさらに南側、下の方能登町白丸地区でも取材をしました。ご覧ください。能登町に入ったところで急に景色が変わりました。地面は泥にまみれています。能登町の白丸地区にも津波が押し寄せました。町の中に入ってきました。周り住宅ありますけれども、ご覧の通り、瓦礫が、積み上がっています。おそらく津波に流されたものと思われます。いや、すごいですね、やっぱり。さらに進んでいきますと、そんなだって高くないですよね。これ以上は車も進めない状態です。海に近づくにつれ被害は大きくなっていきました。津波の引き波に流されたのか、住宅が海に浸かっています。後ろの家は倒壊してて人が亡くなってるので、逃げるときにちょっと見たよって夫は言ったんですけど、その後多分出てこなかったんですかね。辛いです、しんどいです。どこ行くんだ、来い来い。この地区に住む清本邦彦さんです。地震の後津波はすぐにやってきたといいます。2回地震あったんです。1回目は、まあ収まって、まあ、これでもう終わったかなと思って、2回目がもうズドーンと来て、これ終わったらもう本当に5分ちょっとぐらいかな、それぐらいでバーッと津波が来て、地震の直後、清本さんは自宅の2階に避難。そこで津波を目撃しました。これ自宅で、このすぐ2階上がって避難したってやつ、母親の手引っ張って、でそのここから海の方見とったら、もうわーって、もう2階まで来るんじゃないかなって、思って一瞬ああダメかなと思ったんですけど、自宅1階の壁の津波の跡は地面からおよそ2メートルの場所に残っていました。要ね、東人材とか見とったけどね、まあ、あれほどではないかしらけど、まあ、本当にすごいなって、改めて津波の怖さが分かりましたね。やっぱりここまで来たらもう無理やなって感じだよね。また来るかもわからんしね、もし直したとしても、まあ、やっぱりこの辺はやっぱり怖くて進めないね、やっぱり今ではもう、こういう考えで、まあ、おるかな今はもう。東日本大震災の時は地震発生から30分から40分後に津波が到達していますが、今回の地震では5分後に津波が来たということで、やはり避難の時間はほとんどなかったということですよね。はい、白丸地区には高台がありまして、すぐにそこへ避難した人もいたということです。清本さんは、津波は町を襲った後すぐに水が引いていったと話していました。他に安倍さんが現地で取材して感じたことはありましたか。山に囲まれた能登半島の道路を走っている際なんですが、石巻市の牡鹿半島に雰囲気が似ているなと感じていました。今回能登半島では道路が寸断され孤立状態になった集落があります。確かに半島ということで地形としては似ているようにも感じますね。はい、特に珠洲市にはですね、過去に原発の建設計画があったんですが、住民の反対運動で白紙となった経緯があります。宮城県の牡鹿半島には、女川原発ありますけれども、今回のように土砂崩れや地割れが発生した場合に果たして本当に避難はできるのだろうかと不安がよぎりました。避難計画の実効性や安全性については改めて考える必要があると感じました。
そして避難所の課題については何か感じましたか？はい、私は4日間、被災地に行きまして、水や食料っていうのは徐々に届き始めましたが、一番辛さを感じたのはトイレ事情です。水が使えませんので建物内のトイレは使えず、数少ない仮設トイレの中は劣悪な環境になっていました。私は何日か七尾市に宿泊したんですが、水が使えなかったのでビニール袋に用を足して外のゴミ箱に溜めていました。宮城県内にもいつこうした地震が来るか分かりませんので、水や食料、避難用具の確認など改めて災害への準備は怠ってはいけないと強く感じました。